8時半だから明日の朝一に切り替えてほしいですね、うん、てな感じで、あとはねゆっくりいただきたいと思います。あー味噌汁は果たして何時に出れるでしょうか。まあ、こっからとりあえず羽田空港まで1時間かかりますからね、まあ、1時間ぐらいね。で多分出るのにも多分、お来た、はい、あもう用意して下降りていいと、わかりました、はい、ありがとうございます。お連絡はねリアルタイムで来ましたね、はい、あとね 3-40分バスかかるらしいんですけど下に降りていいそうなんで、もうちょっとちゃちゃっとね食べて下に、それではお世話になりました、行きたいと思います。それではね、今乗り込みました、アパホテル両国ですね、お世話になりました。では羽田空港まで行きたいと思います。それではですね、羽田空港国際線の、出発ターミナルに来ました。結局、こちらについて確認もなくね、はい、降ろされて今の状況でございます。でですね、空港泊に関して責任者の方からね、もうこういう状況なんで仕方ないでいいですよっていう話はいただいたんですけども、まあ、一応ね、隔離中の身ということで、ちょっとね、どうしようか迷ってたんですけど、この出発ターミナルにね、ホテルありますよね。ちょっとここに聞いて入れそうだったらここね入りたいと思います。まあ一応ねできることはやってみようと思いまして、それはねもう近いんで突撃でね行ってみたいと思います。それではですね、なんとか空室ラスト1室ということでありました、良かったです。ということで、こちらロイヤルパークホテル羽田ですね、一泊お世話になります。まあ一人なんですけどダブルシングルルームですかね、まあこんな感じになっておりまして、確かね滑走路とか見えないんですよね、はい、普通にね駐車場っていう感じですね、はい、こんな感じになっております。まあ最低限のものはね揃っておりますんで、あ、お水いただけるんですね、いやありがたい、いや正直ね諦めてましたんで、隔離中ということでこちらも説明したらね、この期間中もね宿泊することができるということでありがたいですね。でお風呂はこんな感じです、いやいいですね、うん、ちゃんとアメニティもあるしバスタブもちゃんとあります、はあ、ということでこちらね一泊だけ、もう本当に明日の朝8時にねレンタカーも押さえておりますんで、6時とか7時とかにね起きてチェックアウトしてね、車取って帰りたいと思います。まあちょっとね16,000円ということで余計な出費になってしまいましたけども、まあベンチで寝るよりかはね、いいかなと思うのと、やはりね一応隔離中の身ということでちょっと申し訳ないですよね、ベンチで寝るのはいいと言われていても、ということで、まあハイヤーね頼むと多分 2,3 倍かかると思いますんで、まあ少しはね安上がりになったかなと思います。ということでもうねすぐ寝たいと思います。まあ、昨日ね夜中の2時から起きて作業して、昼夜逆転直すためにねそのまま起きてたんでかなり眠いので、もうね歯磨きだけして休みたいと思います。ということで皆さん、いや長かった一日でした、おやすみなさい。おはようございます、
今朝の7時半ぐらいになりました。ちょっとね、昨日ホテルの部屋についてちょっとね、あの一休みしてからお風呂に入ろうと思って、一休みしたらそのまま寝てましたね。はい、ということでお風呂に入っておりませんので、これからねお風呂に入って、帰りたいと思います。で8時にね、あの一応レンタカー予約してるんですけど、まあ、時間の変更はね、あのやってくれるということなんで、まあ、とりあえずですね、まあ、9時とか10時とか、まあ、そこら辺まで、まあ、この客室ね11時まで利用できるっていう話なので、ちょっと準備できるまでねここにいさせてもらおうかなと思います。で昨日のねホテル対象についてなんですけど、本当にねもうカオス状態だったみたいで、よく考えたらね、私 PCR 検査の結果とかも聞いてないんですよ。あなた陰性でしたよみたいなね。まああの話してる通りね、もう皆さんね勝手に本当は検査結果を電話で聞いて、まあ、それでホテル出るみたいなね、でバス乗るみたいな、まあ、そういう手順なんですけど、だから本来電話がかかってきてみたいな感じなんですけど、みんなもう6時半とか7時とかになって、もうみんなゾロゾロね外に出て勝手に行ってるみたいな、勝手にあの受付行くみたいな。ですんで、あの検査結果を聞いた人多分いないと思うんですよね。私もあの入り口でね体温計とあのルームキー返すんですけど、お疲れ様でした、バスあちらです、お名前教えてくださいみたいな、本当にねそれしか聞かれないみたいな、まあ、本当にね大丈夫だったらいいんですけどね、ちょっと不安ですよねその点がね。今回の大気ホテルの待遇はすごい良かったんですけど、ここだけ不満っていうわけじゃなくて、いやこれはちょっとダメでしょっていう感じですよね。だって検査結果分かってないのに勝手に受付行って、多分その人たちもいなかったんで、多分もうバス乗られて帰られたと思うんですけど、まあ、ちゃんと結果が出てんだったらいいんですけどね、それにちょっとねっていうところですよね。ちょっと顔がね寝起きでひどいと思うんですけど、髪型も、はい、まあ、そんな感じでしたね。非常にね待遇がいいホテルだっただけに、ちょっと対象はちょっとね残念でしたね。であの私ねもっと確認されると思ったんですよ、あの帰る手段とかこの後どうするのかとか、まあ、待機場所とかね、そういうのもね全部確認、まあ、されるっていう話をね、あの入居した時に聞かれたんですよね。であの手配しといてくださいみたいな、まあ私の場合はレンタカーね、一切何もないですね。だから一応まあ GPS、まあ、MyOSS っていうねアプリで、まあ、位置情報は取られてると思うんですけど、いやーこれはねもうちょっと確認した方がいいんじゃないかなと思いますね。しかも昨日みたいにレンタカー屋がやってない時間に送られちゃったらね、ハイヤー頼んだら多分超値段かかるでしょうし、まあ、私はねたまたまこのホテル空いてたから良かったんです。これラスト1室だったらしいんですよね。ですんで、まあこのホテルも利用できないってなったらもうね、歩いて2タミのホテルに行くとか、まあ、そういう感じですよね。ですんで、いや電車で帰っちゃった人とかいないのかなとかちょっと心配になりますよね。本当にね16時退所っていうのは本当やめた方がいいですよね。こんな風にねあの遅れるんであれば朝一退所にして、まあ、朝一退所だったらね今回みたいに3、4時間、5、6時間遅れたところで、まあ、午後になるだけじゃないですか、ね、4時に退所予定で結局退所できたのが9時とか9時半とかなんで、ね、それでなんか公共交通機関使わないでくださいって言われてるにもかかわらず連帯会やってる時間に解放されないっていうのはね、これちょっとねシステム的に良くないですよね。だからこれで電車で仮に帰られた人がいて、まあ、それで後から連絡来てなんで電車で帰ったんですかって言われても普通に言い返されちゃいますよね。だってレンタカー予約してたけどレンタカーやってる時間に解放されなくてどうなってんだみたいな感じでね。ですんでね、ちょっとねこの対処だけはね本当に良くなかったですね。まあ、良くなかったっていうか本当に、まあ、どうしようもなかったんでしょうけど、まあ、なんで遅れたかも分かんないんですよ。検査結果が遅くて遅れたのか、バスの到着が遅くて遅れたのか、まあ、それ以外のなんかあの、ね、バスがトラブルになったとか、そういうねなんかいろんなあの事情があると思うんですけど、何で遅くなったのかも知らされてないんで、どれでこんなになったのかも分かんないんでね、
まあ私はホテルにね滑り込めたのでまだ良かったですけど、羽田空港国際線で普通に野宿された方も多分いらっしゃると思いますね。ハイヤー頼んだら3万とか5万とかかかるでしょうし、当日の夜とかだったらもういくらかかるか分かんないですよね。まあ、ましてやまあ私みたいに神奈川県に住んでればまだしもですけど、これがちょっと遠い静岡とかね、そんな場所になったら本当に10万とかいきそうですもんね。いやーちょっとね、まあひとまずですねこんな感じのホテル対象となりました。滞在が良かっただけにちょっと残念ですね。ということで私の方はね、お風呂に入ってひとまずさっぱりしてですね、まあパッキングもクソも何も出してないんで、ちょっとね9時ぐらいに時間をずらして帰りたいと思います。ちょっと朝ごはんどうしようかな。あれらしいんですよ、飲食店とか行っちゃいけないらしいんですけど、そのテイクアウトみたいな、まあそういうものはいいみたいなんですよね。テイクアウトとかコンビニで買って食べるとかスーパーで買って食べるとか、まあなんていうか不要不急の外出以外はいいということで、ですんでまあテイクアウトとかだったらいいらしいんですけど、まあどうしましょうかね。まあ家までそんな遠くないんだね、我慢しましょうかね。ちゃちゃっと帰って自宅でね、まあ食べようかなと思います。ということでひとまずね、あんま昨日めちゃくちゃ疲れたんでとりあえずお風呂入ってさっぱりして、はい、帰りたいと思います。いやめっちゃさっぱりしましたね。いやシャツもう一枚ね洗っといてよかった、これこれとか言って、ではレンタカーを借りて帰りましょうかね。いや本当にベッドで寝れてよかった本当にベッドで寝れてよかったです。いやマジあれかあれかと思ってました。空港のベンチ行きになるかと思ってましたけど、いやさすがに隔離の身の状態で嫌ですよね。こっち側はいいかもしれないですけど、人様に迷惑をかけることはね嫌ですよね。人様から考えたら嫌ですよね、これから空港を利用する方とかもね。それでは行きましょうか。フロント何階だったっけ。上だ、これ下だ、フロント上だ、フロント上だ。お腹空きましたね。まあでもしょうがないか、おはようございます。317です、チェックアウト。助かりました、ありがとうございました、ありがとうございました。では行きましょう。いや本当にね本当に良かったです。ここがダメだったら私は空港野宿になってましたね。いや本当にありがたい、クリスマスツリーが綺麗です。いや、ね、今日がね12月の12日なんで、ここから約11日間だから、まあクリスマスちょっと前ぐらいか、そこまでは家から出れないっていう感じですね。日本レンタカーのブースどこにあるんだろうな。でもやっぱ到着ロビーですかね。いや朝の羽田空港は本当にあれですね、静かですね。また賑わう羽田空港をね楽しみにしましょう。よいしょ。いや本当に空港泊にならなくてよかったな。動画的には面白いかもしれないけど、この状況で空港泊は嫌ですよね普通に。よいしょ。トヨタレンタカー、あ手荷物高いね。まあ送ってもいいんですけど、もうレンタカーで帰るからいいかな。結局ね前に言ったかもしれないですけど、あれなんですよ、今隔離があるんで、あの日程はね猶予してくれるみたいですね。あこういうのもあるんだ、周回バス。これは隔離、あの帰国者用の周回バスがねあるんですね。蒲田と川崎大森品川方面、こんなあるんだ、知らなかった。じゃあここにいる人たちはもしかしたら昨日一緒に出た人かもしれないですね。ぐったりしてるんで、もしかしたらあれかもしれない、空港泊された方かもしれないですね。ですんでまあいろんな意味で今空港は気をつけた方がいいですね。ANA の係員の方とかはグランドスタッフ、いや CA さんかな、いらっしゃいますね。いやお世話になりました ANA にも。本当にレンタカーの手続き場所ってどこにあるんだろう。
インフォメーションもやってない。そりゃそうだな、あ、ここかトヨタレンタカー、ここだ。じゃあここになりましょう。今ちょうど8時ぐらいだと思うんでゲットできると思います。はい、どうもありがとうございました。無事レンタカー手配できてて、今ね10分後に下にねお迎えが来てくれるそうです。いやもう本当に長かったニューヨーク滞在が、はい、終わりますね。これで車に乗って家まで帰れば終わりですね。いやなんかあれですねとうとう終わっちゃうかっていう感じですね。ひとまずねちゃんと帰れそうでよかったですね。ホテルに宿泊するっていうね珍事件もありましたけど、まあ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 、こればっかりはもう文句言ったってしょうがないんでね、帰りましょう。でも今多分ここにいてレンタカー頼んで隣の人もねアメリカからみたいなこと言ってたんで、あれですよね、多分同じ施設にいたのかな。まあ違う場所かもしれないですけど、これですね、トヨタレンタカーあります。あ、涼しい。こっちの方かな。まあこれで待ってましょうか。ちょ、私はねシャワーを浴びてね間もないんでね、結構今暑いんですよ、ダウンも着てなくて。ということでこれで待ってましょうかね。看板もありましたんで多分これに来てくれるんじゃないかな。ということでちょっとねバス待ちたいと思います。朝の羽田空港はこんな感じになってます。すがすがしい。朝まだ8時過ぎですからね。それはね、バス来ました。めっちゃ大きいマイクロバスで来ましたね。もうお願いします。いいですか。はい、あ、では乗車しました。結構あれみたいですね、乗車される方多いですね。7、8人乗りそう。さすがトヨタレンタ、めっちゃ柔軟に対応してくれますからね、皆さん利用しますよね。今回もかなりありがたかったですね。日程変更無料でしてもらえて、ね、ひどい会社だったらねそこでお金取っても良さそうな、ありがたい限り。ということで車ゲットしました。はい、本日はこのトヨタカローラで帰りたいと思います。よいしょ、トランクに入れますかね。別に後ろでもいいけど、なんか動いたりしたら悪そうですよね。ではお手洗いだけして出発したいと思います。それではですね出発していきたいと思います。いやこれキー回しなんだ。今回ね借りたのはトヨタカローラ。窓はこうか。はい、すっごい久しぶりに運転しますけど、まあ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 大丈夫でしょう。高速に乗って帰りましょうか。首都高速神奈川1号横浜線、実際の交通規制に従って走行してください。では行きたいと思います。ちょっと座席が遠いな。高速を走ってレッツゴーで、どっちが出口だろう。こっちか、こっちかな。いいよ。ああ、ここ U ターンしなきゃいけなかったんだ。まあいいや、もう一回道探してもらおう。
ということでレンタカー代はですね、もともと8800円だったんですけど、それがね6時間パックになってて、私ね3時間パック、まあ3時間でね帰れますんで余裕で、で3時間パックに変更してもらいました。そしたらですね、7150円まで値段が下がって、まあ、高速代入れて1300円なんで、まあ、9000円ぐらいですかね。であとガソリン代が多分入れてもまあ1000円かかんないぐらいだと思うんで、まあ、1000円かかるかな、まあ、ちょっと分かんないですけど入れてみないと。まあでもね、まあ、いずれにしてもまあ1万円ぐらいでね利用することができましたね。いや非常にありがたい。3時間パックなんてあるんですねいや本当にね、これは関東に住んでてよかった系ですね本当に。いやこれ本当に大変ですよね。 ETC カードを挿入していませんね、はい、一般レーンで行きますか。一般レーンで ETC カードね持ってるんですけど、さすがに持ってこなかったですね。いや首都高怖えな。久しぶりに運転して首都高って嫌ですね。左に寄っておこう。いや嫌ですねこれは、怖い。でももうみんな煽り運転とかもうあれでしょ、もうしないでしょ。僕が運転した頃なんて本当に高速って言ったら煽り運転みたいな感じで、結構怖い思いも結構してきたんで、あれですよね本当に安全に帰りたいあもうここでお金払うんだ。いやねちょっと申し訳ないことに、ね、GoPro を固定するものを持ってきてなくてですね、はい、ですねちょっともしかしたらね結構揺れ揺れな画像になっちゃうかもしれないですけど、ご了承ください。ひどかったらここもう全部カットしますよね。ここでお金払うのかな。お金払うんだ。じゃあ下の助手席を持っていこうか。あ、ここからです。はい、じゃあ前座に見ていただきます。はい、この先左からの合流があります。いやこの長きにわたった、かれこれ結局何日ですか。今日12月の12日なんで、僕は出国したのが11月の29日なんで、まあ、なんだかんだ何日だ、12、3日10、12だからまあ14日、まあ2週間ぐらいですね、このニューヨーク滞在ね旅やってきましたけども、いやとうとう終わっちゃいましたね。いやでも久しぶりに2年ぶりにね海外ニューヨーク行きましたけど、本当にやっぱりこれだなっていう感じですね。うん本当に、まあ、今回ニューヨークしか行かなかったですけど、まあ、今度はねまたいろんなとこ行きたいですね、まあ、そうなるとどうした方がいいのかな。今は世界一周旅行とかを特典航空券で発券した方が安上がりかもしれないですね。そしたら多分事務手数料でまあ5、6万か7、8万払って、多分それでいろんなとこ回りつつあれできますもんね多分ね、まあ、またニューヨーク行くのもね楽しいですけどね。うん、まあ、でもニューヨークはまた新しい観光スポットとかできたら行きたいですね。本当に1年2年経つとまた新しい観光スポットがね出来上がりますしね、まあ、今回ね回れなかったところもまあちょっとあるんですけど、まあ、今回のニューヨークの旅はね本当にラグジュアリーステイで結構いいホテルばっかりね抑えて利用させてもらったんで、次回はあれがいいですね。コスパ旅がいいですね。マリオットホテルでもカテゴリーの低いホテルをできるだけ選んで、まあ、どこが一番コスパいいかっていうのをね見つけていきたいですよね。ニューヨークにはね本当にマリオットホテルの日本に進出してないブランドってあるじゃないですか。まあ、エレメントとかもそうですし、まあ、そういうホテルをね回るのもいいですよね。今回ルメディアン行きましたけど、まあそこはちょっとまあでもあそこ朝食はめちゃくちゃ良かったんですよね。マリオットニューヨークのマリオットホテルは今はラウンジ期待できないんでね、まあそのラウンジあるなしのホテルねわざわざ行かなくてもいい感じがしちゃいますよね。もう全部クローズですからね。だからカテゴリー低いホテルでいかにコスパよく行けるか、まあ、4泊ポイント泊すれば5泊目マリオットは無料なんで、まあ、ヒルトンもそうですけども、それうまく使いたいですよね。うん、まあ、それコスパ旅にはなるんだけどな、動画的には結構つまんなくなっちゃいますよね。宿泊する場所がずっと一緒だと。ですんでまあやっぱり2泊3泊移動が一番いいのかな。まあ、今回2泊で移動しましたけどね、思ったよりゆっくりできなかったな。だからもうちょっと
まあでも日程もそうですよね、今回1週間ちょっと8日間とかだったんで、やっぱり2週間ぐらいで2、3泊移動、2、3泊移動みたいな感じ、まあ次は3泊にしようかな、まあ、ちょっといろいろ考えていきたいですね。そうするとあれですもんね、ちょうどいい気がするな、3泊とかあったら本当に3泊4日したら一つの場所に、本当に毎回1日丸々編集に編集入れて、まあ、そういうのもいいかもしれないな。今回思ったより動画更新できなかったんで、もうちょっとコンスタントにやりたいなと思ってたんですけど、やっぱり観光して帰ってきて編集とかね、体力的にはやっぱりきついですね。そういうのもありますんでね、次は3泊4日で移動してみたいな感じでやりたいですね。まあでも次はひとまずあれですね、ニューヨーク以外のとこ行きましょうね。うん、どこがいいかな。まあでも世界一周とか楽しそうですよね。でも世界一周だったら何がいいんだろうな、ファーストクラスで世界一周した方が楽しいのかな。まあめちゃくちゃラグジュアリートリップですよね、本当にファーストクラスで世界一周とか楽しいと思いますけどね。どうなんだろう。およそ1キロ先の今回行きファーストで帰りビジネスでしたけど、まあ、どっちも良かったですけどね。まあ、ファーストクラスまで行っちゃうとちょっとあれですよね、往復っていうか片道ファーストぐらいだったらまだ現実味がある気がするんですけど、特典航空券で往復とか、世界一周ファーストクラスとかどうなんだろうな、ちょっとあんまりあれになっちゃうかな、現実味がなさすぎてつまんなくなっちゃうかな、ちょっとそこら辺がねちょっと分かんないんですよね。 YouTuber たるものみたいなのあるんじゃないですか、ね、人が体験できないものをできるだけ体験するみたいなね、まあ、そういうのもありますんで、どうなんだ、ファーストの方がいいのかな、世界一周するんだったら。てか世界一周のファーストって何マイルいるんだろう、考えたこともなかったけど、この先左からの合流があります、その先右からの合流があります、30とか40とかなのかな。でもねあれなんですよ、世界一周って言うほどそんなに必要マイル数確か高くないんですよね。一回調べたことありますけど、そんなでもなかった気がする。まあ、エコノミークラスで世界一周とかも楽しそうですけどね、うん、体はきついと思うけど、まあでも現地に何泊か滞在すればそんなでもなそうですもんね。本当にそれ次第な気がする。行った先で3泊4日とかたまったら絶対そこまで疲れないと思うけど、まあフライト時間ですよね、まず本当に。今回ニューヨークみたいなああいう路線でエコノミークラスばっかり使ったら多分ケツが爆発しちゃうもん。SFCCU の時ケツ爆発してたんだ、飛行機で機内の椅子に座りすぎて。いやね、別に爆発するのはいいんですけど、行動するのにね支障が出ちゃうとそれはそれでね本末転倒なんで、まあでもちょっといろいろ考えていきましょうかね、またね。うん、まあ、私の経済状況もありますしね、2週間とか家開けて果たしてお金平気かみたいなね、そういうのもありますんで、まあでも次はまた考えていきたいですね。いや非常に楽しかった、隔離ホテルが思った以上に快適でびっくりでしたね。でこの乗り捨てのレンタカーもね、本当にもっとお金かかるかなと思っててビビってたんですけど、良かったです本当に。まあホテル宿泊しちゃったんで、まあ、結局あっちで1万6000円ぐらい払って、まあ、こっちで8000、9000円ぐらいか、まあ、2万5000円ぐらいかかりましたけど、まあでも昨日の夜ハイヤーとか頼んだら多分やばいだろうな。もうあれもう空港着いたら9時10時とかですよね、うん、多分深夜料金とかも取られて4万ぐらいいってたんじゃない、もっといってたのかな、日中の料金で3万5000円とかだったんで、深夜料金では4万から4万5000ぐらいさ、うん、やっぱりかなり高くついてたと思いますね。それではですね、自宅まで一気にかっ飛ばしたいと思います。まあ、かっ飛ばしたいっていうか、まあ、安全運転で行くんですけど、はい、ちょっとねあんまりこの先行っちゃうとお家の方が分かっちゃうんで、ここら辺で一旦動画止めちゃいましょうかね。ということで高速を降りました。いやー、まあ、近くて本当に助かりますね、うん、いや本当に神奈川に住んでてこんなに良かったと思うことはないですね。まだね9時今何分なんだろう、これ時計がついてねえな、そ
ごいな、時計ナビついてる。今9時48分なんで、今ちょっと渋滞しちゃってるんですよね、一般道が。まあ、今日日曜日、でも今日日曜日のに渋滞してると珍しいな。交通事故でも起きてるのかな。まあまあそれはさておき、本当にね、まだ運転して30分ぐらいしか経ってないと思うんですけど、高速も降りて無事自宅方面まで帰れております。このままねお家まで行っちゃいたいと思います。てかあれですね、12時に戻せばいいってことなんで、一度家帰ってスーツケースとか全部一回置いて、それであれした方がいいですね。レンタカー屋さんに返しに行った方がいいですね。そうしましょう。無駄にあの荷物引いて帰るのね、結構大変なんで。いや、いい、時間にも余裕があって本当にありがたいですね。まあ、この今すげえ渋滞してるんで、この渋滞がちゃんとすぐ終わればいいんですけど、これがちょっと長引いちゃうとあれかもしれないな。日曜日の朝の渋滞ってちょっと嫌ですね。なんか事故な気がするな。朝ですからね、まだ9時50分とかなんで。まあでも、まあ、こればっかりしょうがないんで、まあちょっとゆっくりね帰りましょうかね。まあ今回ね、一番の誤算は本当にいや本当にね、一番の誤算は本当にパソコンがぶっ壊れたことですよね。パソコン2台持って移動してましたから、ずっとアホみたいですよね。まあ一つのパソコンもいらなかったんで捨てでもよかったんですけど、なんかニューヨークってなんかよくわかんない、電化製品ってどうやって捨てるのかよくわかんないし、息子がいずれ大きくなった時に使えねえだろうな。まあ、とりあえずね、あの今 YouTube を息子は見てるんですけど、アンパンマンのおもちゃみたいなの、まあ、それをね、この先右折専用レーンがあります。まあ、それを、まあ、それ専用機械にしようかなっていうところですよね。 MacBook mini でね、編集はサクサクなんで移動先でも。いやー、まあちょっとあれですね、ニューヨークを振り返りましょうか、今回の。まあなんつってもね、あれですよ、出発からトラブル満載でしたからね。まず京急東神奈川で朝電車止まってて、そこから JR で川崎行って、まあ、そこからタクシーだったんですけど、いやね、本当にミスったなと思ったのは、そのまま JR 乗ったタイミングで乗れたんですよ、まだ、まあ、まあまあ混んでましたけど、その時にね、そのまま浜松町かどっかまで行ってモノレールに乗って羽田空港行けばよかったんですよね。なんか私はね、京急にこだわってしまって、でそこから京急川崎からだったら動いてるっていうね話を京急東神奈川で聞いたんで、あ、じゃあそこから乗ればいいやと思ったら、結局そこも動いてなくて、で1時間後とかにね、運転再開とかもうアナウンス流れてて、これはダメだと思って、結局そこからタクシーで5000円ぐらいかけてね行ったんですよ、羽田空港に。まあそれでね無事到着して、まあ、そっからはまあとりあえずそこのトラブルはまあ結構食らいましたけど、まあそれだけで、まあ結構ね道が空いてて本当に助かった。朝で平日だったんで混むかなと思ってて、そこだけ心配だったんですけど、本当に無事にね、あの羽田空港まではね行けたんで、本当にその点は良かったですね。はい、でまあそれでまあファーストクラスを楽しめて、で着いて、でルメディアンで、そこでまあパソコンがぶっ壊れるっていうね、うん、これが一番のハプニングでしたね。本当に結局今請求額来てるのは17万ぐらいかな、両方で、あの本体とアップルケアで。でもこのアップルケアね、ちょっとミスったんで、アップルケア外そうかなと思って、あのアメプラのねあれがあるじゃないですか、ホームウェアプロテクションがあるんで、あとワランティープラスか、ワランティープラスパソコン対象だったかちょっと覚えてないですけど、まあ、とりあえずホームウェアプロテクションあるんで、ひとまず一回外しちゃおうかなと思ってます。なんかね、30日以内だったらキャンセルできるそうなんで、ちょっとそれはキャンセルしたいなと思います。まあでもあのアップルのギフトカードがニューヨークでしか使えないらしいんで、まあ、また次回ニューヨーク行った時にね100ドル分なんか買えばいいかアップルウォッチとか買えばいいかな、まあ、ずっとアップルウォッチ欲しいんですけど、まあでもアップルウォッチって外にね行動してる時はね非常に欲しいんですよね、時計もっていう意味でもそうですし、ね、iPhone の解除とかも楽なんで。でもまあ家でいるかって言われると家の中にいるといらないんですよね。でも海外とか出てたり、まあ海外というか普通に外出してるときはね本当に便利だなと思って、
欲しいんですよね。まあ、そんなこんなで、まあ、パソコン買って、まあそれでルメディアン、まあそこの朝食会場マジ最高でしたね。多分今回のホテル滞在で一番朝食最高だったのはあそこですね、間違いなく。まあ、てかあそこ以外にまともな朝食っていうかブッフェでいただけた朝食って多分あそこだけですもんね。それ以外もセントレディスもチャトワルもコンチネンタルだったし、コンラットは、あ、コンラットね、コンラットはまあインルームでパンケーキ食べれたんであれは美味しかったですけど、でもなんかザ・アメリカの朝食みたいな感じで今まで食べてたような朝食は本当にあそこだけでしたね。ルメディアンのあそこのルーフトップの朝食、あれね、ちょっと画像映像入ってなかったと思うんですけど、あそこね本当はね撮ってたんですけど設定間違えてねタイムラプスになってたんですよ。ですんでねすっげー早送りになって使い物にならなかったんですよね、申し訳ない。だからね写真で少しお見せするみたいな感じになって、本当にねあそこはね申し訳ない限りですね。あそこの朝食は本当良かったな。まあ、客室はね正直まあコーヒーがあったんでね、まあその点は良かったですけど、まああれでしたね、アップグレードももらえなかったんでちょっと残念でしたね。あれでいくらだっけ、は7、あれで600ドルとか500ドルぐらい取られてるんで高いっすよね本当に。まあそれでその次がセントレジスね。あ、いや本当にねセントレジスはやばかったですね。もうマリオット系でニューヨークでラグジュアリー系でおすすめしたいのどこですかって聞いたら本当にセントレジスですね。うん、間違いない。リッツカルトもすごい良かったんですけど、やっぱりリッツカルトはねステータスで朝食がないのとホテル自体ねそんなに大きくないんですよ、リッツカルトニューヨークセントラルパーク。本当に多分同じビルのね右側ちょっとねリッツカルトみたいな感じで、真ん中が他のホテルで、その隣も なんかホテルみたいな感じなんで、ホテル自体がそんなに大きくないんですよね。ですんで、まあセントレジスもそんな大きくないですけど、やっぱり外側の重厚感っていうかその見た目とかもね本当にいいですしね。まあセントラルパーク、リッツカールトのセントラルパークね、唯一のはねラウンジ、まあ有料で1日300ドル取られますけど、リッツカールトのラウンジからねセントラルパークが見えるんですよ。それがね本当に良かったですね。でラウンジで朝食なんで、その朝食会場もラウンジなんで、だから朝食食べながらセントラルパーク眺められるみたいな朝の、それはいいですよね、それは良かった。今リッツカールトのラウンジもねクローズしてますんで、お金払っても使わせてもらえないんで、使わせてもらえないっていうか、まあ、クローズしてるんでね、はい、サービス自体をさしてしてないみたいなんでね、まあ、今後いつか再開するだろうけど、まあいつになるんだろうなっていうところですよね。だってもうニューヨークなんて本当に今までの日常がそのまま戻ってきてるんで、今再開しなかったらいつ再開するんだって感じじゃないですか。だからちょっと今後分かんないですね、そのままもう再開しないかもしれないですよね。まあでも本当にセントレジスは良かったですね。24時間バトラーサービスもあり、ポイント剥で税金結局請求ゼロでしたね、税金も。ですんでまあ私はブラッディマリー飲みましたんで、その請求とレストランで朝食をいただいた場合のチップですね、本当にそれだけだから7ドルとか、まあインルームで頼んでもまあチップいるんで、まあ1ドルとか2ドルとかまあ必要ですけど、まあ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 、まあ本当に10ドル以内では宿泊できますね、ポイント枠だったら。まあ、そういうのも含めてやっぱり良かったですね、セントレジス。本当にバトラーサービス本当に最高ですね本当に私みたいに深夜とかに目覚めちゃうような人で、水とかコーヒー紅茶をその時飲みたいってなった時に、まあ、コーヒーマシンありゃいい話なんですけど、やっぱり入れたてのコーヒーとコーヒーマシンやっぱ違いますよね。それは本当に結構でかいですね。ですのでやっぱりラグジュアリーステイだと本当にセントレジスナンバーワンかもしれないですね。まあリッツカールトンが悪いわけじゃないですけどね、サービスを受けれる特典が結構多いですよね、セントレジスの方が。でセントレジスですね、二郎ラーメンも食べに行きましたしね。いや、食べ友さんのラーメン本当に美味しかった、本当に美味しかったですね。またニューヨーク行ったらまた食べたいぐらいですね本当にもうちょっとゆっくりお話を聞きたかったですね。店主の方もすごいいい方だったので、チャンネル登録してあげますよみたいな感じでありがたいですよね、そう言っていただけると。
こんなどこの馬の骨だか分かんない YouTuber に優しくしていただいてありがたい限りですよ。で本当に美味しかったんでね、ぜひ行かれてみてください。思ったより安かったしね、チップ入れて25とかそんなもんだったじゃないですか。普通に二郎ラーメンだけだったら$19とか。あ、私はチャーシュー入りにしたからちょっと入るのか、普通だったらもうちょっと安かったかもしれないですね。あそこはまたぜひ行きたいですね、うん。で次はチャットワル、うん、次はあれかアルゴンキンか、アルゴンキンですね。まあそこはね本当にめちゃくちゃレトロで、ホテルの雰囲気は最高でしたね。だから本当にニューヨークのレトロな感じのホテルに泊まりたいんだったら超おすすめですね、うん。ですけどまあ客室はね本当にコーヒーマシンすらないんで、あそこにだから連泊で結構長い時間長い期間泊まるとかになるとちょっときついかもしれないですね、うん。だから一泊してそれでもよかったら連泊みたいな感じで、まあいないかもしれないですけどね、そんな利用の仕方、そういった感じがいいかもしれないですね。あそこに5泊とか入れるとちょっときついかもしれない。だって2人だってスーツケースあれ広げられてもクローゼットの中しか広げられなかったですからね、うん。だからあれが2人とかだったら相当きついかもしれないですね、うん。でその次があれですね、コンラッドニューヨークですね。コンラッドニューヨークはねめっちゃ良かったな。コンラッドニューヨークは良かったです。やっぱりね全室スイートっていうのはもう確約されてるんで、結局アップグレードもらえなかったですけどね。でももうスイートっていう時点でもうあれですよね、気が楽ですよね。まあちょっとシャワーしかなかったですけど、うん、もう客室が広いの分かってるし、ソファーエリアもあるのも分かってるんで、もう気兼ねなくねスイート楽しめるんで、そういう意味ではいいですよね、うん。特になんか不満みたいなのはあれでしたね、まあこういう時期なのにあのフロントデスクドアマンとかマスクしてなかったらちょっとビビりましたね。今回のホテルステイであのマスクしてない店員なんていないんですよ、ホテルで。これはねびっくりしました。なんでだろうって感じ、なんかの抗議かって感じ、うん。フロントデスク行った時はねしてたんですけど、私が帰る時とかその後まあ外出する時とかねしてなかったですね、ドアマン、ホテルのチェックインカウンターの人、コンシェルジュ、うん、全員ノーマスクでしたね。なんかあれは理由がなんかあったのかなって思うぐらい、うん。他のホテルではさすがになかったですね、マリオット系で全員ちゃんとしてましたね。ですね、それがちょっとねびっくりでしたね。まあでもそれぐらいかな、やっぱりスイートですんでね最高ですよね、広いしでその次がチャトワルでしたね。チャトワルもあれでしたね、良かったですね。まあそこもねレトロ感がすごくあって、うん。まあでもカテゴリー8なんですよ、チャトワルも一番上なんでラグジュアリーステイになると思うんですけど、まあそうですね、リッツカールトンとかセントレイジとかに比べちゃうとちょっとあれですかね。あのホテル自体もねそんなにあの歴史が深いホテルなんで、あのレトロなんですよ。ですんで豪華さとかラグジュアリーさとかを求めちゃうとちょっとリッツカールトンとかセントレイズとかにはちょっと負けちゃうかなっていうところですかね。私自身もそう思いましたね。同じカテゴリー8で同じポイント宿泊代金を同じぐらい払うんだったらまあセントレイズスリッツカールトンがいいかな。まあ値段的にはねチャトワルの方がね一番安いと思うんですよね、うん。あの現金価格だとね、現金価格で一番高いのは間違いなくセントレジスですね。あそこは高い、本当に私が一泊泊まってた日は16、まあ、あのグランドラックスでね16万とかで住んでましたけど、12月4号っていうあそこはどこに泊まってた時かな、アルゴン金かな、アル銀行どこだったかな、アル銀行になったかな、あ違う、チャトワルに泊まってた日だ。予約2つに分かれてたじゃないですか、取れなかったんですよポイントで、あの日がで12月4号がねめちゃくちゃ値段高くて、一回セントレイズ空き出て、まあセントレイズはもうその前に泊まってたんで選択肢はなかったんですけど、一回出て10万ポイントでその時の現金価格ね$4,700でしたからね一泊ありえないですよね$4,700って、1ドル100円であったって47万ですからね。まあ、今1ドル110円なんでもっと高いですけど、まあ、それに税金とかサービス料とか入るんで多分1泊50超えると思いますけど、やばいっすよね。
だって現金価格で高いってなるとやっぱりセントレジスが一番高いですかね。ここ1ヶ月ぐらいずっと価格の推移を結構見てましたけど、ポイントランキとかやっぱりセントレジスがナンバーワンで値段的には高かったですね。まあ、チャトワルはね、本当にレトロな感じが本当に素敵だったんで、朝食会場とかもめちゃくちゃレトロプラスラグジュアリーみたいな感じですごい良かったですね。まああそこはまあコンチネンタルブレックファーストでしたけども、まあ、パンとね、まあ、なんかフルーツパンみたいな結構選べて、あれは良かったですね。うん、でまあチップは必要ですけども、まあ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 、あそこもね結局請求0円でした。まあ、チャートアルもねやっぱりスイートルームが良かったですね。ジュニアスイートが広くて良かったですね。うん、まあでも今回のねマリオットホテル本当に全然アップグレードももらえなかったな。なんか2年前に行った時よりだいぶ渋くなってる気がしますね。うん、本当にめちゃめちゃそんな気がした。まあ、これはただ単にタイミングとホリデーシーズンっていうのもあるのかもしれないですけど、今まで何月だっけ、2年前7月とか9月とかにもニューヨーク行ってたんですけど、その時はね結構ポコポコねアップグレードしてもらえたりしてたんですけど、今回渋かったですね。セントレジスだはしてくれましたね。うん、本当にセントレジスだけじゃないですか今回アップグレードもらえたの。ちょっと渋かったですね。やっぱプラチナステータスじゃもうダメなのかもしれない。プラチナステータスが多くてわかんないけど、うん、だからチタン以上なっといた方がいいのかもしれないですね私もね急遽今回このニューヨークステイ決まって行って、だから結局ねあと10泊ぐらいでチタンになれるんですよ。でもチタンになりたいかって言われると別になりたくはないんだよな。なりたくはないっていうか、だからあと10泊しないとチタンになれないんで、あと10泊するかって言われると、だってもう12月ももう僕が隔離終わるの二十何日なんで、そっから10日多分足りない、あ足りないな足りない慣れないですね。うん、慣れない、あの隔離を破らないと慣れないですね。だから慣れないですね。うん、だからやっぱプラチナのまんまですね。ですね、やっぱりプラチナちょっとあれなのかな、若干渋くなってきてるのかもしれないですね。ちょっとこればっかりは分かんないですけど、タイミングとかシーズンとかにもね、あとホテルとかにもよるかもしれないですけどね。で最後はルネッサンスタイムズスクエアですね。あそこは良かったな、なんだかんだすごい良かったですね。あそこ朝食はね今ラウンジ閉まってることもあってちょっと利用できなかったんですけど、でも良かったですね。チーズケーキめっちゃ美味しかったし、まあ、朝食がまた利用できるようになったらねいいですねっていう感じですかね。でもあのレッサンスタイムズスクエア良かったな。あそこもう一回泊まって、やっぱりスイートナイトアワードねもう一回リベンジしたいですね。うん、でテラス付きのタイムズスクエアビューの部屋、あそこに泊まりたいですね。今回行けるかなと思ってたんですけど、もうね前日でスイートナイトアワードの承認が上がってきてなかったんで、もう無理かなと思ってたらやっぱり無理でしたね。うん、次回はコスパ旅にしたいですけども、セントレジスと結局ラグジュアリーホテルちょっと泊まりたくなっちゃう。あでもルエッサースはとりあえずリベンジしたいですね。まあでもマリオットもねああいうなんていうのキッチン付きみたいなねそういうホテルもあるらしいんですよね。だそういうところもちょっと行ってみたいな、ね、向こうで料理してとかだったらもうお金かかるところもなくなるんで、ね、食材だけ買ってねそこで料理して食べれば、まあ、あの食事を楽しむっていうニューヨーク旅行の醍醐味以降消えちゃいますけどね、まあ、節約してニューヨークを楽しむっていう意味ではねいいですよね。まあ、そういうホテルもちょっと泊まりたいですね。あとまあ本当にホテル行ってみないと分かんない部分結構あるんで、で本当にカテゴリーがねあの4とか5とかねそこら辺のホテルはねニューヨークめちゃくちゃあるんですよ。本当に4ポイントとかフェアフィールドとか何軒あるんですかね、何軒あるんだろうぐらいあるんですよ。ですんでね、うん、まあでもコスパ旅ちょっとしたいですね。やっぱ3泊ぐらいで移動室ですねまた。うん、ということでニューヨークの振り返りこんなもんですかね。でも食べ物は本当に当たりでしたね。これ食べてあこれきちいなみたいななかったですね本当に。うん、ステーキも美味しかったし、ステーキねちょっとね店で食べたかったんですけどね、ちょっとこの状況であの人の入り方はね本当にあの日本の全盛期の居酒屋並みに人混んでたんで嫌だなと思っちゃったんですよね。まあ、ホテルで食べても美味しかったですけどね、もちろん絶対出てきてその場でね熱々で食った方がそりゃ
ね、美味しいのは間違いないじゃないですか、まあ、それはでもしょうがないですね、うん、本当にどっちを取るか感ですよね。本当に本当に本当に現地でかかったら本当にお金もかかるし大変だと思うんですよね、まあ、どうなるか実際分かんないんでね、うん、どういった対応なのかも全然分かんないですよね、まあ、ニューヨークの保健所に連絡してみたいな感じになると思うんですけど、まあ、でもよく分かんないですよね。そしてアメリカは医療費が高いんで、まあ、とりあえずめちゃくちゃ請求されそうですよね。海外旅行保険で賄うぐらいの今回積んでいきましたけど、それでも怖いですよね、うん、1週間入院したらとりあえず1000万飛ぶって言いますしね、うん、しかも新型コロナのなんか新しい治療っていうんですか、うん、なんかすごいお金かかりそうじゃないですか。だから本当にね、かかんなくて本当に良かったですね。ということで、まもなくね自宅に到着しますんで、最後の締めはね、まあ、ちょっと外に出るのもあれなんで、あのとりあえず車を一回自宅に置いて荷物を下ろして、その後車を返して、でまたそこで家帰ってからね締めたいなと思いますね。ありがとうございます。じゃあ書類と書いていただいてみましょうか。はい、お願いします。ありがとうございます。ということで生産完了しました。では帰りたいと思います。ということで無事ね自宅の方に帰ってまいりました。とうとうね今回のニューヨークの滞在ね、終了ということで、まあ、レンタカーも手配ねできて、まあ、ちょっと昨日トラブルありましたけども、まあ、無事ね自宅に帰ってこられましたので、これからね私は11日間の自主隔離っていう風になります。ですので12月の23日ですかね今日、はい、まあちょっとねそれはマイ SOS でねなんか来るそうなんで、まあ多分23日までだと思うんですけども、まあ自宅からね出ないで生活していきたいと思います。まあ基本的に私はね仕事自体はまあほとんど家でやってますんでほとんど支障はないんですけども、まあ自宅からね出ないでっていう感じになります。これからのね自主隔離期間に関してはもうね誰もご飯持ってきてくれないので、私みたいにね家族がいる方はまあいいと思うんですけども、一人暮らしの方とかはね普通に誰もね買いに行ってくれる人はいないじゃないですか。ですのでこれからの自主隔離期間に関してはあれなんですよね、不要不急の外出をしないでくださいっていう感じなんですよね。ですので外食はできないんですけども、物を買いに行ったりとかね食べ物買いに行くとか生活資金買いに行くとかね、まあ、そういったことはですね許されるっていうふうになりますんで、まあこれはね私も帰ってくるまでね知らなかったんですけども、どんな感じになってんだろうなと思ってたんですけども、まあそういった感じみたいなんですよね。ですのでまあ今後ね海外旅行ね行かれる方はこれもね参考にしていただくのと、やはりね陸路がつながってないね沖縄とか北海道とかねそういった方はねかなりねハードルありますね、うん、この自主隔離期間も自分でホテルを抑えてそこにいなきゃいけないんで、1日1万円のねホテル宿泊したらそれだけで11万円かかるわけじゃないですか。それもちろん自己負担になりますんで厳しいですよね。ですんでまたその陸路がつながってたとしてもね、九州とかね、はい、青森とかね本当に遠いところに住んでる方はまたこれはこれでね自主隔離じゃなくてその陸路で帰るわけなんですけど、レンタカーもねかなりねコストかかると思いますんで、まあ、私はね幸い神奈川で羽田空港からね1時間ちょっとぐらいでね車で帰る距離なんでいいんですけども、ちょっと遠い方はねハードルかなり上がりますしコストもかかりますよね。はい、ということでね、まあここら辺もねぜひ今後ね海外旅行行かれる方はね参考にしていただければなと思います。しばらくねこのパンデミックがね収まることは、まあ、完全ゼロになるってはねなかなか厳しいと思いますので続いていくのかなっていうふうに思います。でちょっとこの部屋の話してなかったですけど、昔ねこの部屋で撮影してたんですけども、最近はねこの部屋で全然撮影しなくなったんで、見たことない方もいらっしゃるかもしれないですけども、ちょっとねプーさんとは映ってるかもしれないですけども、これはねちょっと息子のおもちゃが映ってて取り急ぎねここで撮影させていただいたっていった形になりますという感じですかね。とりあえずですね無事、自宅に戻ってこれて本当にねありがたい限りです。またね皆さんねご視聴いただいて本当にありがとうございます。これからですねまたね今まで通りですね各種キャンペーンであったりそういったね話の動画もね入れつつ、ホテルとか飛行機とかね、まあいろいろ動画出していきたいなというふうに思っておりますので、またね動画見ていただければなと
思います。ということで長きにわたりですねニューヨークの滞在動画ね、見ていただきありがとうございました。またねご心配とかですね今回ね途中でトラブルとかもありましてご連絡ねいただいた方とかね本当にありがとうございます。無事ね帰ってこられましたのでまたね感染もせずに、はい、自宅でこれから待機してまあこれで終わるかなっていうふうに思いますので本当にねありがとうございました。ということで今回の動画はこんな感じでね終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。